ハンス・ダン・マースはドイツの空軍軍人。第二次世界大戦では連合国軍機を113機撃墜したエースパイロットとして知られる。彼は空中戦だけではなく地上攻撃にも長けており、合計でトラック34台、装甲車1台、対空砲3門などを破壊した。これらの功績により、騎士鉄十字章を受章している。 ダンマースは1913年12月8日にドイツメールス郊外のシェールペンウェルグに生まれた。ドイツ空軍に入隊した彼は1941年6月のバルバロッサ作戦勃発後第52戦闘航空団の一員として48機を撃墜している。最初の撃墜は1942年5月13日のソ連の戦闘機ミックマイナス1であり、 ついで28日に、ソ連の爆撃機ポリエチレン -2 を落としている。7月17日、ダンマースは、メッサーシミット BF-109G-2 に登場し、編隊を組んでいたクルト・ケセル号長と共に、ソ連の戦闘機約 -1 を吸収した。しかしその約 -1 に登場していたのは、後に、ソ連2番目の撃墜数を誇ることになるアレクサンドル、ポクルイシュキン注意であった。 クルイシュキンは2機を撃墜、ケセルは死亡したものの、ダンマースはパラシュートでの脱出に成功している。1942年7月28日、2機のソ連の戦闘機ラグマイナス3を撃墜し、再び戦果を上げ始めた。8月23日、彼は計57機の撃墜により、騎士鉄十字章を受章した。1944年3月13日、 ダンマースが登場していたメッサーシュミット BF-109G-6 がソ連の戦闘機ラ -5 によって撃墜された。彼はパラシュートでの脱出を図ったものの、パラシュートが機体の翼に引っかかり怪我を負った。そして3月17日、彼はリバーノ・フランキー・ウシクの病院で死亡した。死後生意へ昇進。 ABC オーバーマイヤー1989 P99 AB バンデゾールキーウェイ MA 35mm マイクロフィルムズハットベルジェストラム2006 P43 パッチーウォールシェルツァー2001 P78 フェルギーブル2000 P157 シェルツァー2007 P265 アコーディング2 オーバーマイヤーオン20ジュライ1942アコーディングツーシェルツァーズパイロットインザナナ、JG52 ありがとうございます